経営の仕方を説明します。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。よっしゃ、営業開始だ。じゃあ始めますね。うまいこといきましたな。ラッキー。うまいこといきましたな。うまいこといきましたな。反省しないとね。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです？割と簡単でしょ？なるほどな。ってちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど全然赤字じゃねえか。痛いところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい？お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は？ありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。マジかよ、とんでもねえものを引き受けちまったな。わかったよ。じゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。せっかく野々宮さんに返済してもらったのにな。彼氏誰かおらんのか？資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼馴染とか。俺はヤクザ上がりの無職だぜ。そんなのいるわけ。あ、どうしました？いや、一人いるな。というわけなんだよ。頼むよニック尾形、俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから出資とかいうのをお願いできねえかな。え？ニック尾形？エクセレント！一番の人を思う心、すごく胸に刺さったよ。感動した。エモーショナル。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。本当か？サンキューニック尾形。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件？ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、何でも来いだぜ。で、条件っていうのは？まず一つ目は、
会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。もしマイナスになったらこちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？ああ、会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。まあ一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内になって余裕だと思うよ。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？わかった。で3つ目は？最後の条件は、時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。株価ランキング1位？まあ簡単に言うと横浜のてっぺんを取れ。横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろう。よくわからねえけどやるなら一番だ。横浜で一番成果を、一番でけえ会社にしてやるさ。交渉成立だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり、好きにするといいよ。わかった。ありがとうよニック大型。感謝も必要はないよ。君の会社が無事に育ったらこちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。ハネジア、彼氏やるじゃないか。お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうな、ばあさん。気持ちだけ受け取っておくぜ。すごいです。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック尾形にいな。それにただもらえたわけじゃねえ、条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする、そして最終的に株価ランキング1位を獲得するの3つですよね。ああ、ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か、難しいかもしれんが頑張るしかないの。じゃあ早速この資金を使ってうちの会社の立て直しを始めましょう。春日さん、準備ができたら声をかけてください。わかった。ニックさんの資金を使って会社の立て直しをしたいと思います。準備はいいですか？おう、いいぜ。それじゃあ早速やってみましょう。
わかったわ。縁がありましたな、また。お世話になったの。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかのう。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。ラッキーじゃ。ほっほっほっ。年寄りを責めないでおくれ。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。投資虚しく、結局赤字になっちゃいましたね。前より良くなった気はするんだが、経営ってのは難しいな。ただ単に金を使えばいいってわけじゃないんだな。そうじゃな。会社経営は言うなれば、どこにお金をかけるかという選択の連続じゃ。人を重視するのか、設備を重視するのか、やり方は人それぞれじゃが、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれんの。未来を見据えた投資か。経営ってのは奥が深いぜ。でも今回は赤字でしたけど、まだ挽回はできると思います。次はちゃんと黒字を出して資金を稼いで、その資金で投資を重ねて一番成果を復活させてみせる。ひとまず株価ランキング100位内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。おう。長い一日だったな。そういや、明日はまた半品貿易講師のバイトか。今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうって、お前も当たり前のように言うな。言うでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ
俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。え、お前料理できんのか。できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ねえ橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。なあ、そうだな。じゃあちょっと行ってくるから。おう。はい、シェイシェイ、次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ゴアウィス、シャオトゥーダーシェンジンジェンディーラ、シャツ1、フゲニマン。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话。东西我们可要收回去了。知道了，我去银行抽钱回来。30分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊。放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あの木箱は確か。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。喂、钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思、让你们久等了。偽札？あ、あれは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。
でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか。そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ、単純に準備するのが面倒くさかったからとか。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に金はどこにもなかったのさ。でもお金は出てきた、あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ、箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時、紙の入った箱があっただろ。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を刷ったんだ。じゃあ2階に偽札をする設備があるってことか。ああ、多分な。そんならここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない？まあそうだな。かたくなに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。もうなんだよ、二人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振り込みじゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど、つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の真淵はなかなかの切れ者だ。むしろ真淵は花から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろ。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど真淵は現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか。とにかくこれで真淵の不正の尻尾がつかめたってことよね。これをネタに脅して真淵を呼び出せればね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんで真淵に突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み撮りすればいいんじゃない？そんな簡単に行くかな。2階はしのぎの要だ。警備も厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。そんな危険を犯さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ、帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。分かった、やってみよう。絶対に見つからないように気をつけろよ。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日は気合い入れてくぜ。じゃ、今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺。
もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ？え？ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ？辛くなかったの？そりゃあまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。ふーん。でもわかるよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。うん。ありがとうございます。お、
ありがとうございます。いいや。
見てるんですか。ムカつく顔してんな。切り刻む感覚が忘れられない。よし、頼むな。さあ、切らせ。おい、来た。どうするかな。いやだ、今のうちだぞ。ひねる。よし、行くぞ。やってみろ。私の番。よし、勝ったな。私には人には言えない秘密がある。妻であり教師という聖職者でありながら、禁断の肉欲にまみれたみだらな女。合鍵を渡したあの人が来たようね。さあ、今日はどんな授業になるかしら。なんか急に眠気が。決めようかと思ったぜ。よし、寝ずにいられたね。今日は古文の授業よ。私のここ、古い言葉でなんて言うのだったかしら。答えられるかしら。次は世界史の。やっぱ映画館って眠くなるな。
白かったな。ようやくラストシーンだな。私の授業を受けに来るのは誰かしら。面白かったな。面白かったぜ。今日は楽しかったよ。そうだな。いろんな物件が売り出されてんな。庭付き 4LDK とか売ってるぜ。いつか住んでみてえもんだ。そうか。俺は広すぎるのもな。無所暮らしが長くて広いと落ち着かねえってか。うるせえよ。だがよく考えてみろ。布団、歯ブラシ、カップ麺、全部にすぐ手が届く今のお前の家と、すべてバラッバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK、 どっちがいいと思うよ。 4LDK じゃね。やっぱそうか。
こい来た。見てろよ。なめんなよ。こっち見ろ。とっておき。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。その目は二度と笑えなくしてやるぞ。俺の番とっておき。ブリャー、やめんなよ。見てなさい。とっておきだ。こうなりゃやけな。柿の実、なんとか持ちこたえてはいるが、かな子ちゃんはどうなっただろうか。無事に手術が終わってりゃいいんだが。春日さん。ん？かな子ちゃんの親父さん。かな子ちゃんはどうなったんだ。ちゃんと手術はできたのか。え？おい、まさか。かな子、おいで。かな子ちゃん、元気になったのか。ええ、窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして、無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それで、かな子があなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな、まだ死にたくないなって思ったんです。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったら、もっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おいおい、勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ああ、そうだな。せっかくだし、あの柿食べてみるか。ちゃうんですか。もうかな子ちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。おお、いい感じに熟れてそうだな。かな子ちゃん、
先に食うか。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。柿を守った功労者だし。そうか。じゃ、遠慮なく。なる。ん？で、これ渋柿だ。だと思った。そりゃねえよ、カラコちゃん。いらっしゃい。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうね。楽しませてもらおう。何してやる。見てろよ。こっち見ろ。見てなさい。
腰が張るぜ。定時限マップ終了。何見てんだよ。さあ、本庄も任せて。放射しねえぞ。俺の番ね。してみろ。はい。
そんなにモテねえって、もう1個か2個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほら、しっかり持て。そこの女、ここの作業には慣れたか？は、はい。現場監督が褒めてたぞ。今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか？しています。はあ。あ、ちょっと、これ、守り。すまねえ。バカ野郎、何をやってる。すみません、すぐに片付けます。やばい。どこ行った。お前、どうやってこれを持ってきた？ね、いや、さあ、金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか？ああ？まあいい。この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。
ってやるぞ。やめるな。来いよ。やんのか。見せてやるよ。こうなりゃやけだ。やってみろ。俺の番ね。なめんなよ。とっておき。くそ。よし。やめんな。やってやるぞ。来いよ。強くなった気がするぜ。くそ、てめえらは何者だ。さっきの金を俺に渡せ。何？一枚だけでいい。よこせ。てめえら強盗じゃねえみてえだな。おい、緊急状況、要緊急状況。なんだ？